皆さんこんにちは、森有です。今日は、ボニータシリーズのカラコンのレビューをしたいと思います。以前ルーシーっていう多分カラコンを紹介したと思うんですけれども、今回のシリーズは、ボニータっていう、カラコンのシリーズがあって、その中のルナっていうあのカラコンですね、紹介していきたいと思います。現では森有が男なのではないかというなんかよくわからない情報があるんですけど、とりあえずコーチに謝れ。あのねとりあえずあの森有太ってもいません、痩せてもいません。なのでリバウンドをしているわけではないです。ただのマッチョなんです。すごいやだ、本当にマッチョ。いやマジであのね、本当にこのカラコンレビューをする前にちょっと一個だけ言っておきたいんですけど、私筋肉量が半端なく多いんですよ。で女子なんですけど35ぐらいあるんです、筋肉量が。だから脂肪量があの言うて筋肉量とあまりさほど変わりないというか、あのね、そうなんです。なので一応女子です。はい、今日はですねカラコンレビューをしていきたいので、メガネをちょっと取りたいと思います。全く見えない。今回いただいたシリーズがですねこちら、あ反対と今回いただいたのがこちらです。はい、ですねボニータの、ここにルナって書いてありますね。ルナ、ボニータシリーズのルナをいただきました。で色はグレーになってます。で私の目の、色がですね、薄い茶色、わかるかな、この、はい、なってます。これがですね DIA が 14.8 で、この間紹介したカラコンより 0.3 ちょっと大きめにできています。でも見てわかると思うんですけど、そんなにね、なんていうのかな、こうデカめっていうデカめになるわけではなくて、結構ナチュラルに多分盛れるカラコンだと思います。で今回もですね、これ 3.25、この間のあのカラコンレビューの時が白コンだったかな、そのルナのルーシーかな、ルーシーの次にやった白コンレビューの時なんですけど、それは 3.50 だったんですけど、今回は 3.25 ですね。でこっちが、2.00 になります。で多分ねすっげーガチャ目になると思うんですけど、とりあえずつけていきたいと思います。あでベースカーブが8.6 で、私のやっぱり目に合ったカーブになってます。でベースカーブ 8.6 の DIA が 14.8 なので、ちょっと大きめになってるので、なんかこう多分瞳をね包み込まれるような、包み込まれるっていうか瞳の大きさよりちょびっと大きいかなぐらいになると思います。おいで、ですね使用期限が1年になっていて、この間のはワンデーとかマンスリーとかだったんですけど、なかなかね1年シリーズは、久しぶり、どっか行っちゃった、あったよし、はい、こんな感じ、見えるかしら、見えないね、見えるね、よし見えた。はい、これちゃんとなんだ、後ろか裏か表かを確認してつけてください。はい、おお、ちょっと大きく、あでもそんなに瞳は変わらないかな。では片目もつけていきます。こう見た時はそんなに、今ねこっちにちょっとライトをねつけてるの、だから多分すごいね、このわかる、この感じわかるよ、この影感がすごいと思うんだけど、多分こっちに当てた時に、あでもやっぱり違いはありますね、あすごい違う、ぐわっと開いて真正面を見て入れます。はい、よいしょ、はい、つきました。あすごくいい、見える、はい、こんな感じになりました。わかりますかね、すごく、あの影になっちゃうか、こっちかな、すごい、発色はめっちゃいいです。でもナチュラルに盛れているかなと思います。こんな感じで、そんなにねちょびっと大きいぐらい、わかるかな、これほんと瞳がこれぐらいだったら若干こう大きいぐらいになります。ちょっとライト復活します。ボニータシリーズはですね、ルナは結構私愛用していて、今回はグレーをいただいたんですけれど、他にもブラウンとヘーゼルが
あります。でも私これね結構グレーなんだけど、あんまりグレーに見えないところが好きで、なんか自分の目に合ったなんて言うんだろう、色がさ赤と白混ぜたらピンクになるじゃないですか。なんかその相性と色素のその相性っていうのがあって、やっぱり私薄い茶色の目をしているので、もともとがなので、ちょっとグレーを入れたらちょっとヘーゼルっぽい色になりますね。なんかグレー感というよりかはどっちかというとヘーゼルな色をしています。はい、ということで最近使っているコンタクトはこちらでした。もう1年仕様になってるんですけど、私結構コンタクトをなんか毎回こういろんな色に変えてみたりとかしてるんですけど、このルナとかまあヘーゼル系の色だったりとか、このボニータシリーズもなんですけど、他のシリーズも結構いろいろハーフ系カラコンは試しているので、またレビューをしたいと思います。ということで森ありでした。皆さんよかったら使ってみてください。バイバイ。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次回もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。